ジャイアントキューリここからは宮崎のサッカーを盛り上げるキックオフ宮崎の時間です。今週も元テゲバジャーロ宮崎の西岡大志さんと一緒にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日はスペシャルゲストにお越しいただいていますよ。先ほど4時のキニュースでもお伝えしましたようにテゲバジャーロ宮崎からマスコットキャラクターが誕生したということで、早速キックオフ宮崎に遊びに来てくれました。いやー、ようこそ。かわいい。ね、かわいい。でもかわいい。ちょっとテレアさんって言ってましたね。テレアさんなんですよね。テゲバワンちゃん、かっこ、仮称、ね、かっこ仮称ってなってましたね。皆さんから名前をね、募集するということで、皆さんぜひ応募してみてください。今日はこのメンバーでお届けしていきます。さあ、まずは11月10日日曜日にアウェーで行われましたアスルクラロ沼津戦を振り返っていきます。じゃあテゲバワンちゃんも一緒に行きましょう。キーオー明治安田 J3 リーグ第36節、テゲバジャーロ宮崎は上位を争うアスルクラロ沼津と対戦。試合は序盤からテゲバジャーロが見せます。前半4分、相手の一瞬の隙を突き、竹野豪快なこのシュート。ナイス。ナイス。テゲバジャーロが先制します。さらに前半20分にはまたも竹。これは惜しくもバーの上。前半はテゲバジャーロリードで折り返します。エンドが変わった後半2分、テゲバジャーロにピンチが。ここは江川が必死のディフェンスでしのぎます。このまま逃げ切るかと思われた後半45分、沼津に左サイドから崩され失点。土壇場で同点に追いつかれます。最後まで諦めないテゲバはゴールキーパー青木のロングパスを橋本が頭でつなぎ、吉澤。途中出場の吉澤が見事なシュート。勝利への執念を見せたテゲバジャーロは2対1で沼津を下し、今シーズン11勝目を挙げました。またテゲバジャーロ宮崎は第36節を終えてリーグ15位、来シーズンの J3 残留が決まりました。いやー、素晴らしい。よくアディショナルタイムでね、勝ち越しましたよね、本当ね。ヒヤヒヤする、粘ってくれました ね、 ね、前回でしたね。さあ、今回西岡さんが選ぶ良かったシーンはどこでしょうか。はい、今回はこちら。後半アディショナルタイム、最後まで諦めず劇的勝利を決定づけた決勝ゴールを決めた吉澤修選手が大したもんだ。テゲバワンちゃんも一緒に決まりました。可愛さも大したもんだとなりました。吉澤選手、どんなところが良かったですか。はい、吉澤選手はこれまで本当に最後まで諦めないプレーっていうのが印象的な選手 で今回勝利を決定づけた決勝ゴールを決めるということで、本当にこれまでの努力だったり積み重ねが報われた瞬間だったなというふうに思いますね。はい、その決勝点改めて振り返っていきましょう。後半アディショナルタイム、はい、ここで橋本選手が競り勝つだろうっていうのを予測して走り出したことも素晴らしいんですけど、ここでスピードを緩めてシュートを打つふりしてかわしたシーンなんですけど、やっぱりここってゴール前で焦る気持ちもあるんですけど、ここで冷静にもう一個選択肢を持ってたことが素晴らしいなというふうに思います。いや、本当うまいって思わずこう言いたくなるようなね、かわし素晴らしかった。そしてこの皆さんの喜び方ですね。そうですよね。吉澤選手、今まで勝った試合でも自分がシュートうまくいかなかったらすごく悔しがる姿を見てきていたので、今回決めた姿を私すごく感動して、とっても嬉しかったです。やってくれたサポーターも思ったと思います。吉澤選手途中交代ということで、その交代した相手が先制点を決めた竹選手だったんですよね。はい、そこの思いもあったんですかね。そうですね、同じ
フォワードでライバルの武選手が決めたことで、自分も負けられないなっていう気持ちもあったと思うんですけど、そこで結果に結びつけたことが素晴らしいなっていうふうに思います。この途中での出場というのは、監督からはどんな思いで託されたんだなというふうに選手としては感じるんですか？リードしている状況だったので、やっぱり勝ち切る、逃げ切るっていうところをまず伝えられたと思うんですけど、その中でもやっぱり同点ダウンを決められて、もう勝つしかない状況なので、やっぱそこで気持ちを切り替えて、俺は点を決めるんだっていう気持ちで臨んだことがこうやって結びついたので素晴らしいなというふうに思います。武選手のゴールを自分でもさらにもう1点追加してという思いが非常にこもっていたゴールでした。はい、次の試合は今シーズン最後のホーム戦となっていきます。石岡さん、はい、どんな試合を期待しますか？残り1試合アウェー戦は残ってるんですけど、もうこのメンバーでできる最後のホーム戦なので、ぜひ勝ってほしいなというふうに思います。はい、今日はですね、テゲバジャーロ宮崎の選手からホーム最終戦に向けてのメッセージをテゲバワンちゃんが今日届けてくれました。それがこちらです。こんにちは、いつも応援ありがとうございます。11月17日ホームで YSCC 横浜と対戦します。皆さんに勝利と笑顔を届けられるように全力で頑張ります。ホーム最終戦一緒に最後勝ってラインナッシュしましょう。待ってます、ね、ホームでの最終戦をぜひ勝利で飾ってほしいと思います。テゲバワンちゃんもスタジアムでは初登場になるんですよね？そうなんです、今回スタジアム横のイッチャガステージだったりハーフタイムでテゲバワンちゃんも一緒に会場を盛り上げてくれるそうです。はい、今何の練習してるんでしたっけ？今ね、ダンス頑張ってるらしいですよ。どんな踊れるんですか？結構キレキレになるのかな。なるのかな。今練習中ということで、ぜひスタジアムでお楽しみください。またキックオフ宮崎ではこちら、ファンサポーターが選ぶ大したもんだ MVP 企画を実施します。すごい。この選手のあのゴールシーンが大したもんだなど理由も一緒に UMK アプリからご応募ください。応募期間は今日この放送後から11月24日日曜日までとなっています。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。さあ、ここからはキックオフトピックのコーナーです。今月4日に全日本アンダー12サッカー選手権大会宮崎県大会が開幕し、熱戦が繰り広げられています。今回はこの大会に出場したチームに潜入してきました。今回お邪魔したのは日南市天田東小学校を拠点に活動する日南エストレーラ。およそ80人が練習に励んでいます。死守奮陣、今この瞬間を全力で、というチームスローガンを掲げてますので、一つ一つの大会に全力で、プレーするように取り組んでいるチームです。今年の6年生は去年の新人戦でベスト4に入った期待のメンバー。率いるのはキャプテンの酒井敦樹選手。フィジカル、スピード、パワーに長けた選手で、キックオフゴールで点を取ったりですね、将来が楽しみな選手です。上田綺世選手みたいに胸トラとか収めて前を向いてシュートまで行けるような全身ハットトリックを取れるような選手になりたいです。フォワードの選手たちを支えるのは最初拓磨選手。得意のドリブルでボールを運びチャンスを作ります。アジリティに長けた選手でセカンドボールとかをよく回収してくれて頑張り屋さんな選手です。メッシカ三笘という選手が好きな選手です。将来はやっぱり世界で活躍して憧れる選手になりたいです。そしてこちらは小倉大奈選手。強烈なミドルシュートが武器。腕を骨折しこの日もまだ治療中だったんですが、怪我を全く感じさせないパワフルな姿を見せてくれました。試合への意気込みを聞いてみるとこんな答えが。勝ち進みたいという気持ちはもちろんあるんですけど、それ以上に自分たちのプレーをしっかりすることを意識してこのメンバーで全力でサッカーを楽しみたいです。選手たちの成長を一番近くで見守ってきたのは田橋翔コーチです。幼稚園の時からも知ってる子が多いので育つのを見れるので、意識も高くなってると思うので実力もついたんじゃないかなと思っています。と
ここでキックオフチャレンジ。5人ノーバウンドでパスをつなぎ、最後にシュートを決められればスポーツドリンク1ケースをプレゼント。ゴールまでの距離は20メートル。小雨の降る中、こちらの5人がチャレンジします。果たして成功なるか。チャレンジスタート。チャレンジ成功、おめでとうございます。見事スポーツドリンクゲットです。レッソーサーディーということで成功しました。見事成功。西岡さん、ミチナエストレーラーいかがでしたか。いや、あの最後のシュートゴロゴンでしたけど、うん、あのゴールはゴールなんで、うん、大したもんだ。素晴らしかった、はい、素晴らしい大した問題いただきました。 しかも知っている選手が中にいたんですよね。そうですね、スクール、自分のスクールにもあのエストレーラーの選手も何人かいますし、この今回の放送をものすごく楽しみにしてましたね、はい、これからもぜひ夢に向かって頑張ってほしいと思います、はい。さあ、今週のキックオフ宮崎はここまでです。快進撃を見せるテゲバジャーロ宮崎は11月17日日曜日がホーム最終戦となります。午後2時から YSCC 横浜と対戦。スタジアム一体となってみんなで応援しましょう。ホーム最終戦、頑張れ。Thank you.